ホースガーズパレードは、ロンドンのホースガーズにある施設。完閉式など、イギリス王室の主要儀式が行われる。ホースガーズパレードのパノラマロンドン五輪の様子2012年には、ロンドン五輪のビーチバレー競技会場として使用された。アリーナと観覧席は、6月16日のトゥルーピングザカラーの式典終了後に建設が開始されたという。砂は、 南東部サリーのゴッドストーン採石場から約5000トンがトラックで運ばれた。センターコートと隣接する第1コートが設置された。また2009年にはロンドンポロ選手権が開催された。london2012.com プロフィール30日を切ったロンドンゴーリン。ロンドン中心部はどうなっているトレンド日経トレンディネットロンドン夜は ビキニ見放題は、公務員の役得ロンドン五輪ビーチバレーチケットは5万6000円超ロンドン五輪2012特集 MSN、産経ニュース。ビーチバレー、席の不足理由に、日本人観光客ら観戦できず実際は、大半が空席ロンドン五輪2012特集、m s n 産経ニュース、2012年8月3日。 ザガウコインターナショナルポーロフェブラリーニフォース2011ザレーニアレーナロンドンありがとうございます